どうもトロです。今回は先日発売されたニーアレプリカントバージョン 1.2 以下略をプレイする中で便利だと感じた機能や小技などを共有させていただく動画となります。これからプレイされる方、今現在プレイされている方の参考になれば幸いです。動画内で大きなネタバレは含みませんが、映像の都合上軽度なネタバレは含みますので、その点ご理解いただける方のみご視聴お願いします。それではね、早速見ていきましょう。敵の HP を表示しよう。ボスを除いた敵の HP は初期の状態では表示されない設定になっています。安心してプレイしたい方はオプションから敵 HP ゲージの表示をオンに変更しましょう。イノシシを解放して快適に。ニーヤの村の道具屋さん近くで受注できるクエスト、イノシシ狩りをクリアすることでイノシシに乗ることができるようになって、フィールドを高速で移動できるようになります。効率よくメインストーリーやクエストを進めたい方は早期タイミングで本クエストをクリアしておきましょう。ちなみにイノシシは最序盤ではめちゃくちゃ強敵なんですけど、岩場に乗って魔法ではめることで比較的簡単に倒すことができます。砂漠の井戸を開放しよう。イノシシに乗ることができない砂漠の移動は大変だと思いますので、砂漠の井戸の開放を早いタイミングで開放しておくことをお勧めします。開放することで砂漠をショートカットすることが可能になります。少年期に仮面の王を救出した後、町の奥にある王の館の屋上にいる副官に話しかけることで砂漠の井戸の利用許可が下りて、その後砂漠の井戸を手動で作動させることで利用できるようになります。黒の豪壁がめちゃくちゃ強い。砂の神殿のボスシャハリヤールを撃破することで使用可能になる魔法黒の豪壁がぶっ壊れ性能になっています。ボタンを長押ししてチャージすることでニーヤの周囲に魔法弾を防ぐバリアが発生します。これによって防ぎきれない魔法弾、通称イクラを防ぐことができるため、ボス戦などあらゆる場面で利用することができます。ちなみに一定時間でバリアは解除されてしまいますが、バリアが切れる前にチャージし直すことで永続的に使用できます。ワードの一括設定が楽。武器や魔法を強化できる要素であるワードですが、一つ一つ付け替えるのが面倒と思うことがあると思います。その場合はワードを装備する画面で一括設定を選びましょう。武器切り替えのショートカットが便利。物語を進めると片手剣だけでなく両手剣、槍も装備することができるようになります。フィールドで十字キーの左、右、下でそれぞれの武器に切り替えることができるんですけど、長押しすることで装備選択の画面を挟まずシームレスに切り替えることができます。で、こちらはオプションのクイック武器切り替えで、十字キーをね、長押しから単押しに切り替えることもできます。2連兜割り。ジャンプ中に三角ボタンで攻撃すると地面に向かって叩きつける強力な攻撃兜割りをするんですけど、その際に回避行動を取ることでもう一度三角ボタンで兜割りができます。つまり1回のジャンプ中に2回の兜割り攻撃をすることができます。以上、今回紹介したこと以外にこれ知っておくと便利だよっていう機能や小技がございましたらコメント欄で教えてください。はい、この動画が参考になったという方は高評価やチャンネル登録をお願いします。ちなみにゴールデンウィーク中に本作の続編にあたるニーヤオートマトの生放送も考えておりますので、そちらもぜひ遊びに来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。